はい、船長ネームくらえリコちゃんチョップさんからいただきました、うんうん、はい、何なんだろうこれ。チョップくらえましょう。はい、アジフライ食べるときにかけるならおもかじ醤油鶏かじソース。アジフライ、うん、アジフライ揚げてますよ、アジフライか、うん、え、私は決まってる。はい、時飛ば全部やん全部やん。いやでもこれだな。はい、はい、いいよ、行きたいと思います、うん、せーの、鳥かじ。 おもかじ。お、え、待って鳥かじ、鳥かじ、おもかじ、よっしゃー、やった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 ー、はい、じゃあソースでーす。ソースあんま好きじゃないんだよ、ね、はいはいはい、罰ゲーム、罰ゲーム、キャンのキャンのキャンの罰ゲーム、はい、いいの、大丈夫、ね、はい、楽しみ。めっちゃ笑ってる。何リトルデーモンネーム佐藤のパンさんからいただきました、うん、ライングループにみんなのこと大好きだよとだけ送る。これ結構シュカのよりえぐい、えぐいよ、えぐ、いや、シュカの方がやばいと思うけど、でも、返事来るかな。だってむしろ心配されなかったら逆にやばくない、なんかあったのかもって思わない、うん、なんかこれからやばいことになるのかなって思わない。これ心配かけないっすか、これ送って。大丈夫、まあでも罰ゲームだからね、うん、じゃあ今早速、うん、キャンはちゃんと一言一句間違いないように。そうだよ、みんなのこと天大好きだよ。丸はつけない。そうだね、つけない。絶対ダメ。絵文字もなしだね。絵文字なしってなきゃやばいね、スタンプとかもダメだからね、うん、絵文字なしきつくない。ちょっと待って、あー、ダメ。めっちゃ LINE の音やばい。今やりますから。いやこれは結構いい罰ゲーム引いた ね、うん、ね、なんかシカがこれ言うならまだわかるんだけど、いやさ、かなこから LINE 来てるのにさ、返さないでさ、そやんのやばくない。ちょっと待って、いや、これはいい、じゃあちょっとやりますよ。うん、いいよ、送って。え、待って、ちょっと、いや、なんかこういう系の罰ゲーム増えそう、なんかみんな送ってきそう。そうだね、みんなね、そんなことさ、ね、みんなさ反応してくんなくなっちゃうよね。本当だよ。そうだね、なんか LINE グループなくなりそう。みんな一人一人抜けていく。抜けていく。大会しました。バイバイバイが使うからちょっともうみたいなね。やばい、はい、これですね。え、送った。いきますよ、うん、送りますよ。キャン、送ります。ドゥン、最悪。記録はつくと思うな。記録はつくんじゃない。どうする、記録はつくけど、収録までにどれだけついてるか、じゃあ後ほど楽しみだ ね。最後のエンディングでちょっと見てみよう、ね、キングに返してないんだけど。ということで、これからも2択のお題、罰ゲームを思いついた人はどんどんメールを送ってくださいね。以上、おもかじ鳥かじ夜ソロゲームでした。ラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。はい、そうですね、そんな時間ですね。早いですね。この番組では皆さんからのメールを募集しています、メールは番組サイトのメールフォームからお願いします、はい、さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。あのさ、罰ゲームどうなった。え、そうですね、どうなってる、うん、教えて。なんと既読が3ついてます、うん、え、でも3ついてるよ。お、誰だろう。そしてですね、うん、返信が来てます。お、あれ、誰、俺だけにしろよ愛か、できてます。誰でしょ、誰だよ。高槻かなこさん。もう2人だけで、いや、もうそれはもう終わりだね。だったらもうありがとうって言っとこう、じゃあ、うん、かなこだけだよって言っとこう。記録さんついてんだね。さ、多分もうみんな残り2人、あとの2人どうなってるんだろう。かなこだけだよって返信しときました。はい、そんな感じで、はい、ということで、それでは今回のラブライブサンシャイン、アクア、裏の星女学院ラジオはここまで。お相手は黒沢ルビー役栗畑愛と、渡辺陽役斉藤朱夏と、津島よしこ役小林愛香でした。それでは皆さん、ズーズーズー。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。なんだっけ。この番組では皆さんからのメールを募集しています。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。リスナーとここでご報告、え、ご報告が、ご報告があります。何ですか。先週のウララジで、あのキャンがさ、あの、やったじゃん、罰ゲーム、でかなこだけしかさ来なかったじゃん。そう、その後なんと、
稲見さんからも来ました。そう、エンディング終了後に来てまして、はい、なんて来てたんだっけ、え、なんかなんだっけ、私がみんなのことを大好きだよって送ったんですけど、うん、それに対してキングが俺だけにしろよアイカって来てたので、うん、私がかなこだけだよって送ったら、うん、はい、そしたらあんちゃんが私もわってしかも私もわって私もわってかわいい、私もじゃなくて私もわ流行りそう、私もわ私もわって言ってたのね、かわいいなって、みんな何かを察してたんだ、送ってくるさ、そうだね、察したんじゃなくて、うん、多分これは私の力量なんじゃないかなって思うんだよね。そうなるとシュガがもうメンツがないじゃないか、シュガの変顔がもっと変だったらよかったんじゃない、みんな送れよメッセージあいつら本当だ、分けんなよ本当だよかった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 2週にわたり、うん、はい、それでは今回のラブライブサンシャインアクア浦野保育学院ラジオはここまで、お相手はリトルデーモンネームオレンジメガネさんからいただきましたオレンジメガネ、オレンジメガネ、あれメガネオレンジですか、オレンジメガネ、本当に、読まさせていただきますよ、シュクシュフリリンアイキャンキンちゃんこんにちわいわいわい、はい、少し前の放送で、はい、アイキャンがヨーソロゲームの罰ゲームで、うん、そうそうそう、みんなのこと大好きだよと LINE で送ったら、はい、キンちゃんが俺だけにしろよアイカとナイスな返信をされていましたが、はい、これは罰ゲームだなとなんとなく気づいていたのでしょうか、うん、またその少し前には、はい、シュカシューの変顔も送られていましたが、もうこの話いいじゃん掘り返すね結構、いいよいいよ、ね、メンバーの皆さんは罰ゲームと気づいていたのでしょうか、はい、ぜひ真相を教えてくださいといただきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、実際どうだったの、なるほどね、あ、多分これ今ウララジやってんなですよね、まあまあそうなるよね、うん、だってさ時間帯とかさ、うん、分かるでしょ、だってそれぐらいだなって、うん、分かってたですよね、うんうん、でなんかベッドでこう寝ながら、うん、寝ながら寝てた正直、じゃあ、寝ながら俺だけに知る愛かって言ったってこと、そうだよそれどういう意味、どんなテンション、どんなテンション、そうだよ、なんかすごい DD 発言してきたからなんかどういうこと、私への LINE の返事来てないのに、なんかあ、そうそうそう、だって言ってたよね、だからそれ待って気にしてたのよそうだそうだ、アクア LINE にだけなんかみんなのこと大好き俺はなんかあのかなこと1対1のね LINE をしてて、うん、で普通にそこ返してなくて、うん、であやばい来てるなと思って、でも罰ゲームだから、うん、そっち先に送んなきゃダメじゃん、うん、どうしようと思って気まず気まずって思いながら、気まずいやつ、そう、ね、気まずかった、すごい、実際でもどうでした、え、なんか、うん、私は普通にいつもでもそういうノリじゃんいつもそういうノリじゃないそれはちょっとすごいなの今うんって言いかけちゃった毎回大好きだよみたいなこと言ってるってこといつもそういうノリでさ LINE してるじゃんみんな大好きみたいな感じ、ね、もっとなんかメンバー乗ってくるかなって思ったらなんかね、うん、あんちゃんだけ、いや、あんちゃんが乗ってきたのが結構意外だった、意外珍しかったよ、あれなんて言ってたんだっけ、私もは、そう。でもそれもちょっと私どういう意味か分かんなくて、なんかその後返信しなかった。いや返信してだから、あのかなこだけだよって私がそのまま後に返信したから、うん、やった私もはって来た。そうね。そう。いや前さ、シュカのその変顔送られてきた時さ、うん、私グループのトップ画像にすぐしたよね、うん、そうそうそう、うん、キングがすぐ反応してくれて、キングだけ助かったの私は、うん、なんかいじらなきゃっていうよかった、いじられてありがとう、なんか使命感に駆られるんだよね特にその後も何もなく、いや、なきゃ、ない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 、もう誰からも触れられずね、 LINE のアイコンは私の変顔だから、そうそう、ずっと直しもせず、いまだにだよね、うん、いやもう変えてほしい、そろそろ、いやさ、その前がさ、私の変顔だったじゃん、そうそう、変顔で、私の変顔で、だからそろそろ嫌だなって思ってて、うん、ちょうどいいタイミングだったね、いいタイミングだった、いいおもちゃ来たなって思ってあおもちゃじゃない、これから1年ぐらいこのままやだよー長い感じは、いや、またなんか罰ゲーム、今度はフリさんが何かやればいいよね、いや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 、ね、もう、ね、フリかキャンじゃない、次十分な罰ゲームは受けてるんで大丈夫です、うん、なんか戦慄迷宮で驚いてる時の顔とか、あーやいい変なの映ってなければ全然いいですけど、お蔵入りもあるからいや、めっちゃ言うじゃん、お蔵入りってひょっこり白い何かとかね怖いよね、
を見るかもしれないよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レディーファーストで。お、それでは3、2、1、キャッ。かなこ、愛してるよ。愛か、愛してる。私が一番かなこのこと愛してる。俺だけにしろよ。愛してるぞ私のかなこ。